ブタクサハムシはハムシ科に分類される北米原産のカブトムシの一種。東アジアの一部や欧州の一部では外来種として野生化している。名前の通り幼虫、成虫ともに外来植物のブタクサやオブタクサを主食としてそれらを起こしさせることもある。このためブタクサ類の外来種問題に取り組む各国では生物農薬として期待されているが、 ひまわりなどの栽培植物も食べることもあるため、安全な利用に向けて研究が行われている。日本で最初の報告は大野によるもので、1997年8月に埼玉県朝霞市でブタクサやオオブタクサを食害しているのを発見し、北米原産のオオコミュナに同定して、ブタクサハムシの神話名をつけて報告した。しかし報告はされていなかったものの、 実際にはこれより早い1996年には、すでに別の人々によって、東京都や神奈川県などで発見されて調査が進められており、関西でも1997年10月には、大阪府の平方市と高槻市で確認され、その後は急速に分布を拡大し、青森県から鹿児島県にわたる全都府県で確認されるに至った。これらの外来初期の各地の記録は、 森や千や家によって整理報告されている。成虫の体長は3.5から4.7ミ、mm、リメートル程度。体色は単行褐色、高褐色で微細な毛に覆われるため光沢はない。上羽には特有の黒色の縦島模様があり、この島の濃淡や長さにはある程度の個体変異がある。足は本体同様の気褐色だが、触角は黒い。卵は 黄色い単円筒型で、奇種植物の葉の裏面などに多数個が密に並べられた形で産卵される。幼虫は灰色がかった寸詰まりの芋虫型で、波状に、目の、荒い淡褐色の粗雑な眉を作って、さなぎになる。食草はすべて菊花の植物で、在来の生息地である北米では、豚草のほか、豚草サもどき、オナモミ、船橋草属の一種、イバークソラリーズ、 ヒマワリ族の一種ヘリアンサスチリアーリーズ、ラティピダ族の一種ラチビダピンナタノゴ族6種のキクカ植物が知られており、日本では野外においてブタクサ、オオブタクサ、オオナモミ、イガオナモミ、キクイモ、ヒマワリ族など、やはりキクカに属する数種の植物を食べることが報告されている。日本では春に産卵し、成虫で越冬する。ナベラによる、 茨城県つくば市での観察では、豚草を食い尽くした成虫は冬前に機種を大なもみに変え、冬季はそれらの巻いた枯葉をシェルターとして、成虫で越冬し、春には再び機種を豚草に変えて、産卵、幼虫は豚草で生育する。花粉症の原因ともなっている、外来種の豚草を起こしさせるまで食害するため、その駆除に役立つ可能性に期待がかけられている。 しかしその一方で、ひまわりなどの菊科の有用種をも食害することもあるため、その接触機構について研究がなされている。田村によれば、餌となる植物には、ブタクサハムシの食欲を刺激する接触刺激物質として、2種のトリテルペノイドと2種のコーヒー酸誘導体が含まれている。しかしこれらの物質を含みながらも、ブタクサハムシの食欲を抑制する物質を含む、 キク科植物も存在し、ブタクサハムシの食欲に対する刺激物質と抑制物質の含有の組み合わせが、機種の選択に関係していると推定されている。また、接触刺激物質を持つ、キク科の栽培種であるレタス、ゴボウ、春菊、ひまわりなどに対して、ブタクサハムシが害虫化するかどうかを探る実験では、成虫はこれら全種を食べたものの、ひまわり以外の餌では、 寿命は短くなり産卵せず、幼虫も早期に死亡して、さなぎになれなかったことから、蒸気のうちヒマワリ以外の栽培種に対しての、害虫化の可能性は、低いと推定されている。しかし、ブタクサハムシに異常が見られなかったヒマワリに関しては、害虫化の恐れがあるため警戒が必要だとしている。オフレイラ族のハムシは全て北米の在来種で、十数種が知られる。 ありがとうございます。